中国系の動画投稿アプリ TikTok は22日、アメリカ西部モンタナ州の司法長官を連邦裁判所に提訴しました。モンタナ州では先週、州内で TikTok のダウンロードを全面的に禁止する州法が成立していて、来年1月に施行される予定です。TikTok は訴状で、アプリの全面禁止はアメリカが憲法で保障する言論の自由を侵害するなどと主張し、州法を無効とするよう求めています。